降って消えたカニ。さっき、オフィス内の天井から、生きたカニが降ってきた。大きさ20センチぐらいなので、渡りガニだと思う。カニは逃げ回り、当然車内騒然、女子社員悲鳴。なぜか課長が、生きてるから食べる。 と言って袋詰めにし、車内の冷蔵庫に入れた。さっき見たら、カニが袋から消えていた。袋の結び目をほどいた形跡もなし。また車内に騒然。社員ほぼ全員が経験した、怖い話だった。 食って消えたカニ大蛇あるところに寺があったこの寺の坊さんはこの寺のデッチさんを大変可愛がっていた そのデッチさんが寺の留守を預かっているとき、この寺の近くにある池の主である大蛇が、このデッチさんの可愛さに惹かれ、ペロンとデッチさんを飲み込んでしまった。激怒した住職は、この大蛇長伏の祈祷を始めた。五日目の日、この祈祷の場に若い男が現れて、 こう言った私はデッチを殺めた大蛇の化身である。デッチを殺したことは十分に反省するから、どうかこの度のことは水に流してくれまいか。しかしこの寺の住職は怒りに我を忘れ、徹底的にこの大蛇の嘆願を無視した。そして7日の 満願の日、この大蛇が住む池の水がぐらぐらと煮立ち始め、暑さに耐えかねた大蛇は大やけどを負いながらも、田んぼに入れて、のだ内ちまわって北上川に飛び込んだ。しかし結局はやけどがもとで生きたえ、それから数十キロも南下した場所で、石となった。今も岩手県南部には、 この大蛇のムクロである大石が河原にあるんだという大蛇ダンザブローダヌキ佐渡島には 二つ岩の段三郎という淡路の芝江門だぬき、八島のハゲだぬきと並ぶ化け狸の巨海がいた。ある日、この段三郎が人を化かそうと美しい娘に化けた。すると、そこをある若い農民が取りかかったが、理髪なこの農民は、こいつは段三郎に違いない。と、 踏んだ。農民が、どうしたのですと声をかけると、段三郎は、具合が悪くて動けない、と答えたああ。それはそれは、わしの背中に乗りなされ、と農民は段三郎を背中に昇和した。しめしめと段三郎がほくそ曽縁でいると、突然この農民は、落ちるといかんがら、 段三郎を縄で背中に縛り付けた。これはまずい。と段三郎が、尿意が来たので降りたい。と言うと農民は笑いながらこう言った。お前さんみたいな美しい娘なら、むしろ見てみたいもんだ。さあ、遠慮なくわしの背中で死なされ。結局段三郎は農民の家に連れて帰られた後、 その農民にぎっちりと絞られ怒られ、もう二度と人は化鹿しません。と制約させられた後、やっとこさ公明された。以来、佐渡で化け狸が人を化鹿すことはなくなったという。ダンザブ段ダ郎狸。 悟り,悟りという怪物がいる厄介なことに人の心を見透かす妖怪であるある日おけりの職人が夜中に仕事をしているとこの悟りとやらがやってきた妙なものが来たぞ。 と思っていると、悟りが言った。今、妙なものが来たぞ。と思っただろう。ぎょっとした職人が、こいつは厄介だな。と思うと悟りが言った。今、こいつは厄介だな。と思っただろう。 職人が、もう何も考えるまい。と思うと、悟りが言った。今、もう何も考えるまい。と思っただろう。やれやれ。と思っていると、職人の手が滑り、樽のタガが弾け、悟りの額を直撃した。 と、悟りはのけぞり、職人にこう言った。人間は、全く心にそう思っていなくても、攻撃することができるのか、全く恐ろしい生き物だ。そう吐き捨てると、悟りは方法の手で、山へと帰っていったという。 サトリ。サルは大嫌い。バイト仲間、ティーの話。ティーは犬が苦手。小さい頃に襲われたからだそうだ。幸い。 と言えるかわからないが、大型のハスキー犬だったにもかかわらず、噛まれたのは一箇所で、傷が薄く残る以外に、後遺症はなかった。犬好きに話すと、無意識に魚でしたのではと言われるが、友人宅に行くなり吠えられ、繋いでるから大丈夫と家の人が言う間もなく、鎖を切って飛びかかられ、そのまま噛まれたそうだ。 そりゃ嫌いにもなるだろうね。犬好きの俺もフォローできずに言うと、嫌いなんじゃなくて苦手なんだ。感謝はしても、どうしても怖くて。と、複雑な顔で呟いた。当時、t は悪夢に悩まされていた。 猿のミイラのような気味の悪いものが出てくる夢だったそうだ。毎日同じ夢を見るようになり、恐怖のあまり、ヤ尿症にまでなったという。両親に話しても、夢なんだから気にすんな。と、笑われるだけだった。20日。あと20日の辛抱で、山に戻れる。 最初は20日と言っていたのが、一日ずつ日数が減り、ミイラのようだった猿の体が少しずつみずみずしくなり、だんだん大きくなった。日を数える声も日ごとに嬉しそうになり、10日を切る頃にはさらなる変化が現れた。猿の顔が自分に似てきたというのだ。 その頃には漠然と最後の日に自分は死ぬと思っていたそうだ。友人宅に遊びに行ったのはあと五日と言われた夜が明けた朝だった。五日、あと五日の辛抱で山に戻れる。にやにや笑う姿は嫌気がさすほど 自分に似ていた。でもね、犬に噛まれてから夢を見なくなったんだ。もしかしたら命の恩人かもしれない。喋りすぎたことを後悔したのか、少し罰の悪そうな顔をしていた t は、一呼吸置いてから断言するように言った。まあ、 夢に意味なんかないのかもしれないけどあとにかく犬は苦手だけどサルは大嫌いってことだサルは大嫌いはいどうもう。 動物にまつわる不思議な話、その11をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。影のウと申します。えー、今回、ウ、えー、にいただきましたマシュマロを読ませていただきます、えー。描写や雰囲気が美しいおすすめホラー映画を教えてください。えー、マシュマロありがとうございます。えっとね、実はウそんなにホラー映画見てないんですよね。 理由はすげえ簡単なんですよ。怖いから。<laughs> 怖いのが苦手なんで、ホラー映画あんまり見てないです。えー、っとね、ホラー映画と言っていいのかどうかわかんないですけど、ターセム・シン監督のザ・セルっていう映画がすごい好きです。簡単に言うと、コン・サトシ監督のパプリカみたいな意識の中に、まあ、特殊な機械をつけて、 で意識の内側から治療していくってことをしてる主人公ジェニファー・ロペスなんですけどもとだんだんこうよくわかんない精神世界にどんどん、えー、精神を侵されていくみたいな話でして、まあ、精神世界の話なんでもどんな描写でもある意味できちゃうんですよねでその描写がすごい綺麗でなんか悪趣味なそのフランス王朝みたいな、うん なんかすげえ悪趣味やけど綺麗みたいな映像がずっと続くんですよ。有名というか結構インパクトがあったのがえっと馬を細かくスライスして断面図が見えるみたいななんかジョジョ五分みたいなシーンがあったり全体的にね意味はあんまりわかんないんですけどなんかそれが逆にその人間の精神を表してるようですごい、まあ、美しかったですね映画的に。 内容的に、まあ、ご興味ある方はぜひ、えー、見てみてください、えー。質問ありがとうございました。ゾウに質問とか何かある方いらっしゃいましたら、ゾウのツイッターのダイレクトメッセージか、えー、ツイッターに貼っておりますマシュマロに、えー、お送りいただけましたら幸いです、えー。それでは、動物にまつわる不思議な話その12でお会いできましたら幸いです。影のゾウでした。ほなほな。